強調など4強調構文の練習会です。まずはおさらいティーケーズポイントこちらバン強調構文まず形は it is 点点点 that 何何ね強調したいものを it is とザッ a の間にバチャーンと挟み込みます。そして訳はまさに点点点こそほにゃほにゃとなりますね。トムイズフレメンネンザルイバーの例文主語を強調したければ it is time t a t It is Tom Fu でもいいんですけれどもね。It is 残ったものはそのまま置く。逆に一番後ろに来るもの、それ It is in the river that このように挟み込むことができます。残ったものはそのまま、Tom is swimming となるわけです。はいですから、形、役、それが分かればもうポイントつかめたも同然です。それでは早速練習問題で理解を深めます。スタートです。 はいそれではね早速問題解いてみるよ問題はこちら次の英文を強調構文を使って下線部を強調する文に書き換えなさい二つ用意しましたもう指示文がすごく丁寧ね強調構文ね下線部ねって言ってますですからまさに It 点点ざっとおにゃららこの形をね使ってくださいということです はいじゃあまず1番。Town Board the Book of the Shop。はいということで今回架線が引かれているのはその本。じゃあ早速強調公文にしてみるとこうなります。It is またはね過去の文なので words で置いてもいいでしょう。The book that Town Board ーーはい、このようになります。いいね。it is とざっとで挟み込んでます。先生、いつでもわず。でもどっちでもいいが納得いかない。そうそう、今見て。あの時買ったのはこの本だ。立ち位置が今だったら it is とざっとで挟むしもうね。立ち位置云々もなくね。全部時間を合わせるんだったらわずでオッケーです。 だからねちょっとこの辺強調構文は先生過去のことはいずでもわずでもいい、うん、ちょっとややこしいなと思ったらもうね過去の場合は「わず」で統一しちゃうといいでしょうはいまさにその本こそトムがそのお店で買ったものだこのようになりますはいそれでは2番ですはい今度はなんと「Because she was いる」 なぜならば彼女は病気だったからだというね理由を表す意味の塊これを強調するの先生まさか「イティーズ・ビコーズ」ってそうだよ。はい書いてみましょう。 はいちょっと長くなっちゃうのでここで止めておきますけれども It is because she was ill That she couldn't come to the party はいここもね、えー、もちろん過去のことだから was に変えてもいいわけですなんとこの it is と that で because she was ill っていう意味の塊を強調していますでこれね慣れるまでは先生 it is because がどう思うって思うけれどもよく出るんです 理由を表す接続詞として「since」「as」などもあるんだけれども since や as よりも because って一番意味が強いのねだから理由を表す意味の塊で because だけは強調構文で使えるのだからもうね「it is because t h a t h a t ってよくあるんだよ今まで見てなかっただけだよ、ね、これからいっぱい出会うよって頭の中入れといてください。はい、というわけでこちらもね「could not come」となっているので「 わず、ね、でもももちろん、OK、ねもしね時間のズレが嫌だよっていう人はエロ「わず」でもいいですからねはいこのの強強調構文の枠組みみめ、ね、めるために挟み込むだからねちょっと時間がね現在でも過去でもいいなんてややこしくなってるけれどもポイントねそれぞれ掴むことできたでしょうか入試レベルにチャレンジ問題はこちら。 次の日本文に合うように括弧内の英語を並べ替えなさい。並べ替え問題ね。ただし余計な一語が含まれています。ほう。あなたとハイキングに行けなかったのは、私が熱を出してしまったからです。あ、because あるじゃん。あ、出た出た。It is because that のパターンだ。そうだね。さっきやってすぐだからパッと気づいちゃったと思います。で、これ本当にねよく出るからね。It is because のパターン。 で強調するのが because っていう理由の意味の塊ですだから普通にざっとで挟めば OK 逆に言うと強調するのが人じゃないので使わないのは who ですはいじゃ答え書いてからね追加で説明します はい「It is because I had a fever that I couldn't go hiking with you」はいこのようになりますですからこの「It is」と「that」で「because I had a fever」ここのの意味の塊を強調したとということですはいですのでね使う単語の中で一語いらないのはこの「ふ」ということが分かりました。 はい、強調構文、いいね、単語だけじゃなく。意味の塊も挟み込むことができるというポイントです。はい、もうポイントばっちり。掴めたはずです。強調構文、簡単だったでしょう。イティーズとざっとで挟み込むの。それで、人を強調するときだけ、イティーズ風っていうね。 今日はここまでで覚えておけば大丈夫です細かなことなんてねまずはこれを覚えちゃえば後からスーッと入ってきますんでねはい訳す時もまさに「何何こそ、ね」この枠組みをちゃんと守ってくれればもう皆さんは協調構文得意だよって言って平気です。はいということで皆さんお疲れ様